お、シェルボタン 10% オフ。いつか夏目さんの衣装に使えそう。むむっと、こっちはマラボー2色セット。ダブルミロクが好きそうだし、買っとくか。よっこいセット。お会計お願いします。秋原さんいらっしゃい。いつもどうも。少々お待ちくださいね。ん？そのポスター何です？一日お店屋さん？ああ、これね、今度の日曜日に公園の広場で開催されるチャリティーイベントなの。手芸とかものづくりが趣味の人が自分の作品を持ち寄って売り上げを寄付する即売会。フリマみたいなもんかしら。そうそう。でも商品は手作り品に限るって福祉課の人が言ってたわ。え、福祉課？市の主催なんですね。秋原さんもどう？うちの店は当日手芸教室を開くから見に来てくれたら嬉しいわ。そうですね、ちょっと面白そう。学校でみんなにも声かけてみますよ。てなことなんだけど、みんな的にはどう？賛成賛成、行きたいし参加したい。福祉課さんにはいつぞやに祝電もいただいたしね。私たちで協力できるならぜひって感じかしら。ああ、福祉課って前に聞いたフリマイベントの。エレベーター買えるくらい儲かったんだっけ？手芸品なら人形劇で使った人形なんかも出していいのよね。魔王とか勇者の。もしよければ私の作ったプラモなんかも出品して構わないわ。だったら私の千羽鶴も提供するわよ。誰が買うねん。せめてもっとこうアーティスティックななんかやないと。じゃあ文ちゃんの描いた絵。え、地下芸うまいな。は？あ、ダジャレじゃないわよ。ダメ高島さん、私の絵を売るなんてそんな。そうですね、果たして一般市民に氷様の絵を買うほどの財力が備わっているかどうか。いくらで売るつもりですか？まあ値段の話は後にして、勇者部が今までに使った衣装なんかも出していいかな。正直保管場所に困ってたところだし、クリーニングして少し直せばいけると思うんだ。ならば魅力の着用したものにはサイン入りブロマイドをつけてあげましょう。私はフリーマーケットの時みたいにまたぬいぐるみを作っていいですか？でしたら私たちも一緒に。私もまた押し花冊子を出したい。面白いキノコシリーズがやっとできたから。それ押し花じゃなくて押しキノコ冊子じゃん。うーん、ママはどうするか。ハロウィンの季節じゃないしな。ああ、田町先輩のジャックオーランタン、すっごく完成度が高いもんね。お盆でもないから精霊馬もダメよね。あれなら野菜が使えるのに。そうね、お盆でもダメだと思うよ、うたの。まあまあ、別に全員が出品しなくてもいいよ。値段付けや商品ディスプレイに売上管理、売り子とか呼び込みも必要だからね。今回はセッカが仕切ってくれるのか？まあ私が持ち込んだ話なんで、行きがかり上それもやむなしですにゃ。まあそんなことおっしゃって、お顔はさっきからニッコニコでらっしゃいましたよ。実を言うと、当日に手芸教室とか他の人の作った服を見るのが楽しみでして。出店も見物も両方楽しめる素敵な催しになるといいですね。こちら三州中学勇者部の出店です。商品はたくさんあるので押さないで。いや、朝
からお客さんがひっきりなし。千客万来とはまさにこのことだよ。人形や模型より値段が高いのに、やっぱりセッカの作った服が一番売れ行きがいいわね。私思ったんだけどさ、このメンバーが着た服だったら学校内の方が高く売れるんじゃない？夏目さんや若葉さんの衣装、私が買おうかな。それを倍の金額でファンに流せば。くひひ、加賀城。ギヒヒヒ、冗談に決まってるじゃないですか。やだ。レンチ、そこのお店にすっごくいい感じのミトンが売ってたから買っちゃった。はい、魅力に殊勝な心がけね。これがあれば今まで以上に熱い鍋を存分につかめるわ。今まではすでやったんかーい。見て見て、超かっこいい刺繍が入ったスポーツタオル買ってきた。ドラゴン、ドラゴン。私もサンチョのアップリケしてある手縫いのバッグ買ったよ。なんかこの狭い空間だけで経済が回ってる気がする。ねえねえ、ぐるっと回ってきたんだけど、ライダーゲーとかもやってたよ。お店番担当の皆さん、交代の時間ですので、どうぞ休憩なさってください。サンキュー。じゃあそうさせてもらうや。さて、まずは生地屋さんに顔出すかにゃ。せっかさん、私たちもご一緒してよろしいですか？もち、行こう行こう。裁断はラインきっちりに切らないで、5ミリほど余裕を持った方がいいですね。先生、どの針で縫ったらいいのかいつも迷うんです。私、太めで長い6号は厚手の生地やボタン付け、9号の細い針は細かい縫い目に向いています。あの、縦まつりと裏まつりって違う縫い方なんでしょうか？ええ、それはですね。どこにも行ったらダメよ。もう少しだから、ちょっと待ってて。うおー、手芸教室も人いっぱいだわ。あ、どうもこんにちは。ご盛況ですね。秋原さん、来てくれたんだ。おかげさまでね。嬉しい悲鳴よ。お裁縫を習っている生徒さんたち、とっても真剣ですね。そうなの。裁縫ってこういう機会でもないとなかなか習えないでしょ。でも手作りのものをお子さんに持たせたいって親御さんが結構多くて。うん、ここまでおいでーだうーん、待ってよー。はあ、僕たち静かにしようね。すみません。おーい、パパのそばにいなさい。子供たち退屈しちゃってるみたいだね。有り余った元気のやり場がないって感じ。皆さん、お静かに。ハサミや針があるところで走ったら危ないですよ。あの子が私のクレヨン取った。ちょっと借りただけだろ。おお、こりゃすごい。チビ怪獣ども大暴れだ。ゆうなお姉さんが遊んであげちゃうぞ。もーりゃー、 いけません。ゆうきさん、いつもの幼稚園と同じに考えては。なんだ、ゆうきっちの遊びって肉体派寄りだし、ここじゃ無理だって。昔話とかできない？そんないいのよ。あなたたちもお客さんなんだから、気にしないでイベントを楽しんできて。ほらほら。そうですか。まあここにいて邪魔になっても悪いし、後でまた覗きに来ますね。この並びは
手芸品や洋服が集まっていますね。どのお店も素敵な作品でいっぱいです。ほんと、どれもみんな既製品って言っても疑わないクオリティ。好きで作ってるだけあるにゃ。見ただけですっごく気持ちがこもってるってわかるよね。ほら、このお人形とか。ぬくもりを感じるようなものを作れるってすごいよね。私も改めて精進しようって気になっちゃう。さっきの子供たちもここへ来れば退屈しないで済みそうなのに。でも人であふれかえってるところへ子供だけ連れてくるのは難しいんじゃない？そうですね。我が子のためにお裁縫を学んでいる親御さんが心配してしまいます。子供たち頑張ってくれてるパパやママを応援すればいいのにね。フレーフレーって。子供は親が何やってんのか分かってないんだよ。手芸って完成まではひたすら地味な作業だから。だったらその作業を派手に見せるのは？え？手芸を派手にってどういうこと？例えばこんな風に。一針一針思いを込めて縫い付けましょう。あなたの心、我ら裁縫戦隊の妙技を見るがいい。行くわよ、必殺千人針。いや、ね、じゃないし、よくないよくない。何よそれ。確かに子供は喜びそうですが、ドーモーさんはともかく、ミドさんと私がなぜそこに。突っ込むとこは戦隊の構成じゃなくてさ、さっきも言ってた通り、裁縫道具は危険なものだから、子供が真似して遊びたくなっちゃうような煽りはダメ。あー、そっか、そうだよね。じゃあできるのはやっぱり絵本の読み聞かせくらいかな。そうは言っても今日は誰も絵本など持ってきてないですよ。そのちゃんズが小説を売ってたりとかしてない？じゃあそれ手芸作品じゃない上に子供に読み聞かせてもいいものなの？お話でしたら本がなくてもアンズさんができるかもしれません。頼んでみましょうか。いや、けど私らがそこまで出しゃばってすることなのかなと思わないでも。さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。お題は見てのお帰りだ。あれ？なんだろう。なんかいっぱい人が集まってる。賑やかで楽しそうですね。私たちも行ってみましょう。はいはいはい、2つが3つ、3つが4つだ。ほいほい。あ、簡単にボールを4つもお手玉してる。あ、5つ、6つ、また増えた。すごいや。驚くのはまだ早い。ささ、お嬢さん、このカゴから好きなものをやつに投げてごらん。私？リンゴにみかんにバナナにパイナップル？どれでも？どれでも。ほら、こんな風に。よっ、6つのボールに1つのリンゴ。ほいほいほいの、ほいってなもんよ。じゃあじゃあ、私はバナナでいきます。そーれー、なんの、はっ、ほっ、よっ、はっ、うん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 、う